ないチームないチンチン。あ、もうかも。加賀さんが救急隊に入ったわけだけど、おさむどんな気持ちみたいな聞かれて。これでこうやって泳ぐ。こういうとこだけをなんか事実ねじ曲げて夢の世界で切り抜かれるんだから。ヨウちゃんがさギャングになっちゃったじゃん。何でもかんでもすぐ帰って。ちょっと待って、そのようにしといて。はい。金取られるぞ。いや、か、ねえ、変なこと教えないで。何その、クロちゃんみたいなツッコミやめて。変なこと教えないで。変なこと教えないで。クロちゃん、ヘスちゃん。いや、ディス、あ、お前ディスってんな。ディスってねえだろ、ちゃん付けで呼んだだけで。ディスってんな。おい、お前。ディスちゃん。ディスってんな。ディスちゃんって呼ぶな。ディスちゃん、私すぐディスるから。ディスティア、ディスティア語です。ディスティア、ディスティアだ。やばいですね、ディスティア。ガメトム君だってめっちゃディスってく、ディスってガメトム君。ディスってない、俺はただ口から出た言葉を言ってるだけ。私だって頭から出たものを言ってるだけ。それがディスなんだよ、ディスティア語です。そしたら、そしたらガメトム君だってディスティア、ディスト語だ。ディスティア語。仲間だな。仲間なのか。どっかでも仲間だ。じゃあ仲間、仲間だ。じゃあ同盟ね。同盟だ。今日からディスリ同盟だ。分かった、ディスリパラメディック。ディスリ同盟。ディスリ同盟だ。じゃあディスリ同盟、仲良くしよう。なるほどね、前の筋肉。 Y? はい、Y。 あはん、いや、すごい。熱い抱擁。ディスリ同盟ができた。ディスリ同盟できた、やったね。よろしくね。イエーイ、よろしくね。よろしくね。すごい怖いドリル置いてるけどね、これ。どれ？この黄色いやつ。え、これね、マジで何に使うんですか、これ。本当だ。これミニ四駆の肉抜き用ですよ。懐かしい。ミニ四駆の肉抜き。メッシュ貼ってね。そう。ロビーさん絶対世代の話題通じるもんな。今無線、今通じなかったですか？すいません、俺は分からなかったです。でもあのファイターマグナムだったら最初から肉抜きされてるから。あ、確かにそういうの発売されてる。何を話してるんですか？ミニオンファイター知らないの？知らないです、ミニオンファイター。おいおい、森久保祥太郎さんぞ。どういうこと？やめよ、ロビーさんとこれ。やめましょう。遊んでます。僕は行ってない、隊長が行ったんで。え、花ちゃん、ちょっとだけ話したいことがあるの。あ、はいはい、ちょっと来て。振り分けするのってどういう名前になってましたか？何してんの？パルクールになってるはずですけど。ヨウちゃんがさ、ギャングになっちゃったじゃん。あ、そうだね。了解です。それってあれ、結構ヨウちゃんに電話したらもう怖い感じになってるのかな。怖い人になっちゃった。いやいや、そんなことはないよ。あ、じゃあ優しいままではあるよ。楽しく犯罪してる感じ。そうだね、その あっちにいる人たちと仲良く犯罪するっていうよりは、その一緒にいる、あっちに一緒にいた方が楽しいと思ったから行ったらしくて。あ、そういうことか。犯罪をしたくて行ったわけではなく、たまたま仲がいい人たちがギャングだったみたいな。辛いね、でもそれは。まあそうだね、そういうことか。じゃあ今度電話してみようかな。うん、多分その人付き合いとかは警察の人たちとはまあ関わり方は変わるけど、うん、それ以外の元々の友達たちとの関わり方は多分変わってないはずだから。なるほどね、うん、それはね、大丈夫なはず。それがね、心配してた俺、撃たれんのかなみたいな。次会った時多分ね、絶対 撃ってこないとは思う。撃ってこない。うん、警察のことは撃ってきてるけど。レギオンいる救急隊だね。大変だね、それ。オッケー、分かった、ありがとう。ちょっと電話してみよう。うん、うん、じゃあ大丈夫だと思う。花ちゃんももし闇打ちしそうだったら俺話聞くからね。大丈夫、俺はずっと警察だからね。それは頼もしい。今度運転教えてね。うん、うん、ありがとう。またね、またね。それに加えてなんと、救急隊合格。救急隊なの？おめでとう。救急隊の仲間、おめでとう。よろしく、よろしくお願いします。おめでとう。お願いします。あ、警察辞めちゃったの？やめちゃったんですか？半前ぐらいに、はい、うん、しばらくの間俺も2番に。これからは救急隊として人の命を助けていきますので、よろしくお願いします。ああ、本社のカオスは対話したからな。よろしくお願いします。よろしくね。そうですね。メキラさん、はい、スワローってどこ止めてるんですか？普段スワロー上に止めてます。最近このあのバーベキューのところ。はい、
あれ、よし確認行くぞ、ね、え来ます、確認行く、あ確認に行く、確認確認食いに行くぞ豚の確認用意されてるのかと思った、確認は食べたい、確かに確認食いに行くぞ、確認行くぞ絶対わざと真ん中で喋ってる今ちょうどその笑い方なんで俺と二人きりの時しか出せないのその二人、あーどんぐりさん、あー大丈夫だぞ、大丈夫だ大丈夫か作りのせいにこの奥のやつですよねきっと、はい自分のは、あの鍵閉めてないんで、もし90行く時使ってください、これ2億、これ2億、2億どうやって貯めたんですか、木こりって言ってた、木こりと、あと牧場ですね、あー牧場聞いたことあるけど何やんのかわかんない、へえ。牛育ててミルク売ってます、そうなんだ、それで2億か、うん、すごいな、これいいな、これ欲しいな、いいよね、これなんかな、便利らしくてな、水陸両用で、うん、強いらしいぞそうなんですよ、何喋っても面白いのはずるい、神ども、これからすごいことが起きる、何が起きるんですか、これから大量に送られてくる可能性があるんだ、何がですか、人間だあー思った、あよかった、ちょっと分かりました、そしたら、はい、それはガミトモのファンだからな、はい、頑張ります、全てを対応してほしいんだ、はい頑張ります、みんなで、できるか、いや僕一人では無理なんでみんなで頑張りたいと思います、約束できるか、一人でできると一人では一人ではやる必要ないかなって思うんですけど、本当か、はいみんなで、それはどういった観点でだ、救急隊はチームなのでチームで当たるべきかと思います、合格だ、ありがとうございます、もちろんだ試されてたんですね、あそうだぞ、ありがとうございます、一人のそのあの一人本位のそういうあれじゃなければいいからな、はい、はい、あはい、チームで動きたいと思います、そうだ、はい、いろんな人サポートします、それがいいぞ、でもサポートだけやってたらダメだぞ、あそうですよね、主役になる時は来るんだ、神友がありがとうございます、説明しただけで殴られるって力強いな言葉、そうだろ、はい戦い続ける、あのばあちゃんじゃないの、レン先輩なんかの CM みたい、そうだ、常に限界に挑戦し続けるんだ、わかりました、ああ、わかったか、はい、はい、頑張ります、もし誰かに似たようなシチュエーションで自分から声をかけてあげるようなことがあれば同じことを伝えてあげてほしい、わかりました、ちなみにどんぐりさんもそれ誰かに言われたんですか、いや、私が言ってるだけだ、あ、じゃあ皇族に連れ、あの伝えたいと思います、あ、もちろんだぞ、はい、じゃあ質問1、はい、限界に挑み続けろ、いや違うぞ何でしたっけ、挑戦し続けろだ意味は一緒なのではダメだダメですか、2つ目だ、はい、忘れてしまったから大丈夫だ、自分も忘れてしまあとはもう一つだ、何でしたっけ、多分その辺にね、あ戦い続けろか、戦い続けろ言いましたっけ、あ言ってたはずだぞ、言ってました、なんか いつか自分が主役になるみたいなこと言ってなかったし、あそれはどうでもいいんだ、それはどうでもいいの、戦い続けろっていうのと、はい、限界に挑戦し続けろだなんて、もう一回いきましょう、ほにゃららに挑戦し続けろ、限界に挑戦し続けろ、あーいいぞ、ありがとうございます、二人とも一瞬消えた、大丈夫だぞ、はい大変よ、はい救急隊です、この下、ありがとうございます、はい、海に沈んじゃった子がいて、はい、一人助けに行ったんですけど、何死んでんだよ、計3人入っちゃってて、3名います、今海に3人そうなんです、3人入っちゃってて、多分あれ抱えてるのかな、え、皆さんダイビング必要ですか、助けようと思って、皆さんダイビング必要ですか、ダイビング必要ない、はい了解、すいません、助けに降りたら溺れちゃいましたいや、ミイラ取りがミイラになるパターンですどこだ、大丈夫かな、ナイチ出勤、おはようございます、練習しとこう、おはようございます、 S、 おはようございます、 S ヤ戻りました、よし泳ぐ練習、このキャップの段神崎が向かいます、お願いいたします、お願いします、これでこうやって泳ぐ、早い、さすがだな、ありがとうございます、うんいいよ、
まだ海難はちょっと経験が足りなくて海潜るの怖い。ああ、じゃあ今度泳ぐ練習行こうか。はい。うん。海難慣れないな。私服なんですかこれ。はい。私服って言い張ってあります。はい、はい、上田さんお待たせしました。ありがとうございます。はい、お大事に。大丈夫。よさん先輩、ガミトモミニャ本荘に行ってきます。了解よ。うん。なんか倒れてた。なんだあれ。こないだミニア戦と一緒に、ね、銃持ってたんだっけ。やったじゃないですか。蘇生というか傷口止めて除細動術、うん、あれってやんない方がいいんですかね。手分けしてみたいな。妨害してないでしょ。もうダウンしてたから最初から。これ私の声聞こえるでもいいけど道具とか一気に全部出しちゃってるから。そっかあんまりそういう打ち合わせがあればいいけどないんであれば、打ち合わせしたらバディっぽくないですか。確かに。ちょっとはいはい、歪んだから先に私が診察するから、うん、その間に道具出して処置全部出してやってもらうのでいい。 OK 実験でうんともすんともやるのか、うん、じゃあ見るよ、出血重曹熱傷、はい熱傷、はい何つけたいですか。あと何が起きたかったことか。はい、バンダーマさん送りました。お願いします。はい、手が歪んじゃったから。仲間たちを見終わりました。ここ重いです。ここ重いです。なんか手分けするの違いますね。今の感じだとちょっとあれだね。あれかも。8割2割って感じだったね。なんだろう。除細動器と前後で分けるのどうすか。診断除細動器一人。うん。でも診断待ってる間にもう一人はこうやって救急バッグ出してこうできますよね。待つのは。そう。であれ2個一気にできるのかな。蘇生とアイスパック同時にや、うん、ミニア戦とこの間やりましたね。怪我がない場合は外傷なし除細動器お願いします。はい。わかる？覚えた？わかるけど、でもあれかも、同時に診断して、あ、じゃあ俺アイスパックで皆さん止血でとかその場でバッのがわかるかな。2人で1個のことをするのはごちゃつかない。どうなんだろう。決め打ちでやった方がいいのかな。とりあえず最初に診断人が指示出ししよう。はい、わかりました。なんかただ蘇生するだけでもちょっと緊迫感が増していいかもしれない。ココナタンが絡む。あ、ちょっと作戦もう一回。はいはいはい。外傷がなければ、外傷が1個の時は、はい、私が外傷を治すから除細動器で治してほしい。了解です。これいいじゃん。救急隊になれたんですよ。はい、いいと思う。だから2人で見るけど、担当はもう役目としては分かれてるわけだから、うんうんうん、もう自分が何やるか分かるよね。うん、そうですね。よし、やって失敗しながらやってみましょう。そうだね。あと海難のやつ気にしてたけど、泳ぐ練習したい？泳ぎは今ノビーさんとミニア戦と行った時になんとなく S シフトでもやってること、スペースで潜って近く行って吸って S シフトですよ。そうね、なるだけ水中にいる時間は少ない方がいいから、私の場合は、あ、近づいて近づいてその場に行って潜ったらもうそこが現場みたいなのが理想。潜りながらとかだと、まあ本当にね、水中溺れちゃうから、はいはい、ちょっと念のために私はあんまり水中時間を長くしてない。いやでも今3人助けたのかっこよかったなあれ。よかった。ちょっとね、潜るの怖くて見てただけだったんですよね。これ溺れたら余計に仕事増やすなと思って。大丈夫よ。大丈夫大丈夫。はい、うん、失敗して覚えよう。うん。ないチーム。ないチンチン。あ、また。ノビ。もうダメ。あ、もうノビがやばい。二度と歌うな。損傷出したノビさんが。ノビこら。聞こえてたよ。すみません、声ちっちゃくしたんですけど。ノビさん、俺前にね。ツバメさんにノビーさんが下ネタ言い始めたら怒れって言われてるんすよ。え？報告していいですか？ダメ。ダメ。ナイチンガールさんを下ネタとしていじったって。あ、これが良くない。良くないですよね。ナイチンさんにとっても良くない。そう、良くないですよね。名前呼ばれてるだけだと思ってた。もう気づけや。
気づいてない。まえちゃんの方から言ってること多いからね、結構自分で。え、そうなの？本当ですか？そんなことないけどな。この前さ、富の美ちんちん行きますって言ってたよね。絶対ダメ。そうするときに。そんなこと言ってたの？じゃないです。自分から誘ってたんだ。そう。誘い下ネタ。誘い上手だこれ。うん。誘い上手それはそれでどうなの、違和感を感じてるの、やめとけ、すいません、ちょっと踏み込んでいいのかちょっと分かんなかったけど、あまりに本人から誘い上手まで出たからな、ちょっと反省します。こういうとこだけをなんか事実ねじまけて夢の世界で切り抜かれるんだから。そう、お客さんを迎えしたらいいと思う。いらっしゃいませって、いらっしゃいませって、じゃあそうしよう。ケインさ、キャタピラーズこのまま泉にシートの使い方教えてあげる。あ、くる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 、うん、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、頑張って、全然相手してくれ、全然相手してくれない。あ、大丈夫、ちょっと体調は良くないな。体調は良くない。体調は良くないな。体調は良くないね。体調は良くないね。いつも通りというか、なんというか、これがいつもの救急隊の日常。いつもじゃありません。これが救急隊。体調大変。ガミトモと初めて会った時も。勇敢で。確かに。あ、ミドリーさんやられちゃった。ミヤちゃんやる？すみません。一応犯人は逮捕できたっぽいんですけど。ナイス。オッケー、皆さん、例の頑張れ、例の了解、シュッ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 シュ、診断、出血重装、多分あと2人ぐらい来るはずなんですよね。了解、あ、お願いします、まあお願いします、間違ってないか、絶対早い気がする、早いね、請求もかけるね、あ、お願いします、ありがとうございます。で、これで請求はもうかかってるから、あと私も支払いをするだけ。息ぴったりな気がする。すいません、救急隊ますか。はい。はい。お大事に。ありがとうございます。絶対その場所すごい。皆さん、バッチリだった。バッチリだった、今。絶対バッチリ。最速だった、今。二人蘇生、ミニア戦的に邪魔だったりします。なんか、全然言ってもらって大丈夫なんですけど。全然邪魔じゃないよ。大丈夫ですか？手際がいいと思うよ。いや、早いですよね。お願いします。早い。あ、よかった。はい、うん？うん？何？どうした？何ですか？うん？なんか近くない？どうした？なんかお話？あっ！何？買った？魔法少女カフェ。あ、うん、買ったよ。え、どんなギャルのコミュニケーションなのこれ？やっぱ、うん、ギャルにならないと一生下ろさないよっていうコミュニケーション。あ、じゃあ下ろせないな、ギャルにはならないな、マジかよ、じゃあ下ろせないな、うん、じゃあ名前ギャーとってギャミ友にすれば許してくれる、おお、いいじゃん、うん、変えたよ、よし、いいだろう、うん、ありがとう。 犬と猫どっち好き？犬。あ、犬なんだ。猫派でしょ？うさぎ派です。あ、はい、名前見て、今聞きながら名前見てしまったと思った。これなんで黒と白で分けてんだ。本当だ、なんか確かにちょっとなんか闇を感じるんだけど、確かにね。ミキラさん、ちょっと来て。なになに？ここに立って。はい。ミニアさんとミキラさんに問題です。はい。ででん、何が変わったでしょうか。私には出してくれないんだ。いや、お前のせいで変わったんだよ。あ、ミニアさんのが早かった、てってれー、ついにギャルになった。ギャルだよ、ギャルにならない、てってれーって嬉しそうだったんだね。あのね、帰るときはなんか微妙な感じだったのにさ、ちょっとテンション上げてもいいじゃん、てってれーなんて言っちゃって、いいじゃん、テンション上げたって。大丈夫、大丈夫、どうぞ。私、警察の手の髪色赤同士で行ってきます。行ってきます。うわ、ザキさんと現場初めてだ、怖え。怖えってなんだよ、怖えってなんだよ。
番安心、一番安心。あ、そうなんですね。うん、任せて。一つだけ注意してほしいのは、はい、ごちゃごちゃ言わないでくれ。なんで？テンパリにテンパリが重なって、もう大テンパリになるから。あ、OK。俺も同じタイプです。ああ、なら分かり合えると思う。大丈夫だ。うん、黙ってみてよ。よし。別に黙る人。よし、こういう時とかにヘッセーに、わー、おしゃむ先輩、おしゃむ先輩、私より下手ね、あーもうダメだ、終わりだ、あー私も死んだからだーって分かれるとな、余計テンパっちゃうからな。ヘスティアさんにも同じこと言われた。おー、シャコイン。こういう時も冷静に対応することが、ここ犯罪者がまだいる可能性があるから、一応現場の状況に注意しつつ。車の中かこれ。出てください。栄養失調です。栄養失調か。はい。大丈夫ですよ。今助けます。ありがとうございます。ああ戻った戻った。よっしゃ、松葉杖つけてもらおう。はい。つけました。ありがとうございます。ボイラーさん事故現場まで送ってきます。神戸くんじゃあ運転してみるか。あ、了解。行きます。バチバチの事件現場だとね、ちょっと練習してる暇ないからこういう時特別車両かな。ミキッチーの病院帰ってます。はい。着きましたよ。はい、ありがとうございます。お大事に、お気をつけて。どうもどうも。はい、またね。うまいね、ガミトくん。いえいえ、すばら、すばらです。 C までください。 C 超えて D。 楽しい。なんでザキさん慕われてないの、俺好きなのに。うーん、舐められてんね、普通に。舐められてんね。舐められてるんだ。ちょっと待って、ここにいるの。あれ、誰かいる。あの車は四つ葉のじゃないか。ちょ、出ない、言って、出るなら言って。あ、四つ葉、ちょっと大丈夫かな。声を静かに、声を静かに。はい、着替えてるよ、着替えてるところ行かない方がいいって。してる。いつも着替えてんな、もう聞こえてた。なんで俺、え、声絞ったのに。ミキチいつでも行けます。お疲れ様で。おい、バレてるって。バレてない。いや、女性はそういうの敏感なんすよ、きっと。え、怒られたんですか。戻るか。はい。うん、なんかもう普通にずっと今日キレられてる。なんで。助けて、助けてほしい。なんか他の女の子に手を出したとか。もうやだ、出してない。もう人にいたみたいですね。加賀さんが救急隊入ってきたから。はい、はい、なんでラングに救急隊に来たって。この間浮気疑惑かけられてたから。はい、なんかそれでなんか今加賀さんが救急隊に入ったわけだけど、おさむどんな気持ちみたいな聞かれて詰められてる。それはまだ四葉先生好きなんですよ、ザキさんのこと。いや、まだ好きとか言うな。別にずっと好きだろ。おい、まだ好きとか言うな。そのもう終わりかけみたいな。燃え尽きそうなみたいな。まだ大丈夫です。いや、まだ大丈夫か、はい、まだ大丈夫です。妹みたいなもんだからさって言ったら、うん、無言でそうですかって言われて。近しいな、妹は。いや、でも救急隊って家族じゃん。それは隊長が言うから閉まるんですよ。俺はそういうもんだと思ってんだけど。いや、まあ、思うのはいいけど、でもなんて言ったらよかったんだろう、うん、後輩が一人増えただけだとか、そのくらいが良かったんじゃないか。そうか、それか、それが良かったです。完全にミスった。はい、それじゃん。出てない時がある。それが良かったです。おい、それだわ。いや、そうですよ。マジか、うん、まだ大丈夫。今から言いに行くか。買い物終わったから、ヤサム出勤状態に戻すわね。